ほら、いつまで寝てるの？改造はもう完了したわよ。あんたのおかげで、また私との差が広がったようだけど、これからもせいぜい精進すること、いいわね。今日はやるべきことがいっぱいあるから、私のサポートなしでこなせるとは考えないことね。シャキッとしなさい。まさか、指揮官にこんな趣味があるなんて。単に私が知らなかっただけなのかしら。でも、ロドニーに聞くのも嫌だし。そうね。いっそのこと、もう一回指揮官を押し倒したら。失敗の経験を生かして勝利に導くわ。あんたもちゃんと覚えていなさい。無理するんじゃないわ。これは、ウエストバージニアのギターの音？あの子、こういうこともできるのね。別に、羨ましがったりしてないわ。勘違いしないでよね。デート？何をいきなり言い出すの？あんたは人の上に立つ者として自分を磨くことが先よ。そうだわ。私も一緒に磨いてやるわ。何をする気？本気で踏まれたいの？こんなことをする暇があったら、ミッションでもこなしなさい！ボーナスを持ってきてあげたわ。今回だけよ。散歩がてらに新しいメールを持ってきたわ。ありがたく確認しなさい。あんた、疲れたからっていきなり倒れ込むなんて。もしかして踏まれたいの？この変態！あんた、もう、なんて言えばいいか。これでも指揮官のつもり？笑わせるわね。いい？指揮官っていうのは。わかった？じゃあ、ちゃんと頑張りなさいな。これぐらいで私が、あんた一人でやったの？笑うな！今回だけ特別に認めてあげるわよ。何よ？自分の責任のある仕事をちゃんとこなす人間ぐらいは認めてあげるわよ。それと、あんたが頼りないと思ってただけで、別に不真面目とか思ってなかったし。確かに、あんたと付き合っているけど、それは、仕事の話じゃなくて？あんたが頑張り続けたら、いつかは、仕事以外でも。私の期待を裏切らないことね！シャキッとしなさいな！このネルソンと一緒に生涯過ごすんだから、ちゃんと胸を張っていいわよ。まあ、あんたに選ばれたのも、このネルソンの誇りだけど。ツンツンしなくなった？ あんたね、そんなにぶっ飛ばされたいの？責務を見事果たしてくれた仲間たち、頼りになるわ。一応感謝するわ。よくやった。栄光のために共に戦いなさい！あんたにも私にも弱すぎる敵だったわ。改造してもらったというのに。私が敵を侮ると思ったら大間違いよ。これ式。